皆さんこんにちは。ただいまに第百五十六回日商物件で三級に関する回答速報会を開始します。えー、担当はレックの富田です。どうぞよろしくお願いいたします。 ははい、はいじゃあね、えー、本日実施されました、日商募金検定ね、第156回の産休試験、えー、こちらに関する要点用紙ということで、まあ、お時間30分程度ですね、えー、頂戴いたしまして、えー、少し僕の方からね、お話をさせていただければと思います。えー、まず皆さん、あのー、大変お疲れ様でございました。あのー、産休受験いただいた方々はね、朝から、試験会場の方に向かっていただいて、 えー、試験いいいいてたいただいたというとうころはありますんで、ねまああのー、少しね、まあ、寒さも厳しくなってきている状況ではございましたから朝からの試験でもなかなか大変だったと思うんですがあーとりあえずね、まあ、前回の6月の試験が中止になってしまったというのもあったんで、まあ、非常にね、あのー、悔しい思いをされた方も多かったと思うんですがあ今回ねまあようやくというか。 あやっとのことね、えー、試験の方が実施になりましたんでまあご受験いただいたというようなところになりますただね、まあ、中にはあのー、今回は相当定員を絞ったっていう関係がありますんで、えー、受けたかったのに、ね、受けることが難しいとかできなかったという方もいらっしゃるとは思うのでまあそういう意味で言うとね、あのー、本当にまだ悔しい思いが続いてしまってる方もいらっしゃると思うので。 まあねこういう状況だから仕方がないといえばそれまでなのかもしれないけどねうーんやはりまあ受験機会というものはあ受験を志望する人たちには等しく均等に与えられるべきであろうとは思うんでねまあ仕方がないんだとは思うけどねやっぱりまあちょっとねすっきりしないところもありますがあーとりあえずうー今回ね、まあ、実施というところになりました。 で、店員との兼ね合いで、あのー、受験が、ね、できなかった方々は日署の方からもご案内があるとおりですね、うん、12月以降、まあ、ネット試験が動くというところがありますんで、まあ、そちらの方でね是非、えーえー、資格取得に向けてね、えー、努力されてきたものを。 成果としてね残していただければというふうに思うんですけどもねまあ,あとりあえずですね、えー、今回受けていただいた方々まあ思われるところもいろいろあるとは思うんですがあ試験のね状況について少しお話をさせていただこうと思いますでまず、あのー、今回実施されました産休の試験に関してなんですが まあそうね、全体的なレベルで言うと、おまあここのとこずっと3強は落ち着いてるっちゃ落ち着いてるんでね、まあ一言で言ってしまえば波です。ーというか、まあ、正直言ってちょっと、ちょっと時休めかな、いう気はする。正直ね。まあ,あ、第1問お、それから第3問、で、最後の第5問ですね。 まあここら辺当然ですね近年産休の範囲というのは大幅に変更されましたんで株式会社会計を前提とする問題にはなっておりますがただまあ第3問あたりのね資産表作成の問題などはまあそんなにね複雑回帰のものがあるわけでもなしまあ一見するとちょっと量は多めっては多めに見えるかもしれないけどね一つ一つしっかりと集計手続きを行なしてやっていただければまあさほど おレベルが高いという気は僕は全くしませんでした。あ今日の産休に関して、えー、特に第3問あたり、まあ、大きな拝点がされる第3問でございますが、まあ、これがね、まあ、どっちかっちったらこれ簡単ですよ。ね。簡単というと語弊があるかもしれないですけどただまあ実際問題過去の本試験の経緯からするとやっぱりねあの解きやすい問題だと思いますよ。で中にはねあの失敗しちゃったというふうに思われている方々もいらっしゃると思う。それはねやっぱり緊張の中 いいいつもと違う環境で問題解かななきゃいけない、ね、で時間が迫ってくるやっぱそういったプレッシャーの中で試験で受けていただいてるからあのいつも以上にね、えー、やっぱ力が出しきれなかったっていうところがあるないしはやっぱり本試験会場でこういう問題見るとね少し舞い上がってしまうっていうところもあると思うので、まあ、そういったところはねしかがないと思うんです産休っていうのはどうしたって、まあ、受験募金の世界で言えばね、えー、特に日照募金検定で言えば一番最初に受けていただく方々がほとんどなので。 まあ変な意味ではなくて受験慣れって簿記の,の試験は簿記の試験でやっぱり独特だから,だからそういう,うやっぱり雰囲気にね飲まれちゃうようなところもあると思うんで、まあ、そうなるとね持ってる力を完全に出し切るって非常に難しいところになるからまあ結果として難しく感じてしまったとかああうまくできなかったっていうところはあるかもしれないけどただね簿記、えー、の三級を合格していきましょう、ね、しっかり簿記での三級合格者になりましょうということを考えた場合にはやはりね 今日ご回答いただいた第三問ね、あいった問題っていうのはしっかりと回答ができる状態を作っていくってことはやっぱ大事ですね。まあそれこそさっきの話じゃないけどね、今後十二月以降、ボッケンテスね、ネット試験が動きます。で、試験時間も短くなるしね。えー、ネット試験はね、皆さんにやっていただく紙の試験のまあ単純に半分ですから三級ね、えー。そういう試験時間の短縮とかの話もあるから。 まあ、もしかしたらだけどああいう第三問みたいな問題は今後出ないかもしれない。で出ないかもしれないけどまあでもねああいう問題は絶対大事ですよ。ね。うんああいうね、えー、基本の段階でしっかりと試算表を作り上げる集計を行い切るネタ的経路を一致させるそういったああ基本の手続きをしっかり身につけておくということは決して無駄にならない。で、まあ、真にね産級の合格者であるとこういう状況を作り出すためにはああいった問題がちゃんと解けるようにしておくことっていうのは大事なんです。 逆に言えば、まあ、他の問題がねうまいこと回答できなかったあいう方もいらっしゃるかもしれないけども僕は今日の第3、えー、ごめんなさい級の試験で言えば第1問の仕分けであったり第3問であったりそういったところがある程度、まあ、ざっくりは7割ぐらいの得点状況が確保できてれば僕は勉強の仕方として間違ってないと思いますよ。 でまずはそういうふうにしっかりと土台を作り上げるっていうことが先のことを考えた場合には極めて重要なのでああいった3級のね第3問のような試算表をしっかりと集計できるようにする、ね、そういう努力ということを、まあ、しっかりやっていただくということはやっぱり大事なんです。まあ極端なし僕なんていうのはあのー、このレックでね税理士講座それから日商の検定試験というと、まあ、メインが1級なので。 あの上位を担当させていただいいてる講師から言わせていただくと本当にああいう問題大事なんですああいう問題を基礎の段階で地道に地道にこなしていただいた方っていうのはもうざっくり言うと上に来られた時に、ねまあ、別に皆さん今すぐ税理士とかっていう選,考は選択肢があるわけじゃないかもしれないけども本当にそういうふうにね入り口の段階でしっかりと地道に、えー、基本の作業を一つ一つ潰して確実に身につけてきていただいた方っていうのはね先に行った時絶対伸びるんです。 で逆に言うとそこが弱いまんま意外とね点数の取り方みたいな形でパートパートでやっちゃって資産票とかの縦計出すとかそういう基本の集計ができないとね上行った時ほんと苦労するんです。ね、でそれって逆に言えば別に受験募金の話だけじゃないんで仕事やった後そうですよ。 まあ経理実務入れば当然そうでしょうまあ,あ試験の先生もね、えー、実務ということを非常に重視されてる先生でいらっしゃるんでまあ今日の第一問の仕分けの問題なんかでもだいぶ実践的なねあの五番みたいな問題とかもありました領収書の生産とかねでああいったところも大事ですけどもやっぱり試算表とかをちゃんと作れるようにするああいった第三問みたいな問題をちゃんと解けるようにしておくってことは先のこと考えた場合に絶対重要まあだからね今回の試験の話 だけじゃなくて、まあ、できれば僕は個人的には資産票とかの作成集計っていうのはネット試験になっても入れていただかないといけないだろうなとは思ってるし、えー、まあ当然それはね僕なんかあ申し上げなくったってねお偉い学者の先生方ですからお分かりだと思うので、まあ、まさかそういうものをなくすなんていうことはしないでしょうからあ今後も続くとは思うんですけどもああいったね、えー、第三問みたいな問題っていうのをしっかりと身につけておく、ね、ああいったことはやっぱ大事です。 そういう意味では今日の第3問とかでちゃんと点数取れたよとか第5問もちゃんと点数取れたよ別に満点とは言わない満点なんかはねなかなか出ない時もあるけども、まあ、今申し上げた7割以上がちゃんと確保できているという状況が担保できているかどうかっていうのはちゃんとチェックをしていただいた方がいいよね,ね3問目とか5問目とかでそういったところがちゃんと自分の中でクリアできてればあとはね、えー、実際の試験問題への対応の仕方であったり 回答時間の短縮であったり、そういったことをやっていけば必ず成果って出てきますよ。ね。で、今日の時点でま手応えを感じておられる方々はあーしっかり三級としてのね、えー、実力を身につけていただいた証だと思う。だからあの少し解きやすいかなって僕は言ったけども、あの当然本試験ですから簡単ということではない。 ね、そこはちょっと勘違いしないでほしいんですけどべらぼうに簡単になってるよねなんてことは僕言ってないですよそうじゃなくてベーシックな意味での産休の問題だよねってことです変に突飛な問題はないね、本当に基礎的な部分を問うような問題になってると僕は思うので、まあ、バランスもいいしね、あのー、大変結構な問題だと思いますだから逆に言えば今日の問題なんかもそうだし、まあ、ここ数年ずっと産休の問題はある程度落ち着いてるところがあるので えー、だから本当にこういうレベルの問題をちゃんと対応できるようにしておくというところがやはり産休合格を目指す上で必要ですからね、えー、な逆に言えば今日の試験でちゃんと70点取れたっていう方はもう産休としての実力をちゃんと身につけていただいたという証しに当然なるだろうしね、えー、まあ自己採点の結果今のところまだどうなるか分かんないよもしかしたら厳しいかな例えば第3問とかの試算表全然勉強しなかったんで ちょっと答えが全然合わせられませんでしたとか中にはそういう方もいらっしゃると思うんです、ね、で中にはそういう方もいらっしゃると思うんだけどであるならばぜひそういった部分を改善していただいてまだすぐ2月の試験もあるからね、えー、そういった部分にどんでいただいたりまたは12月以降その動くと言っておいでになるネット試験などを一つ選択肢に入れてもいいかもしれないただまあネット試験は本当に僕らもねあのどういう問題はどういうふうに出すのか全然分かりません わ、えー、からないんでまあ何とも言えないですけど当然ね、えー、同じ試験なんですから同じランクなんですから、まあ、全く問題の形が違うなんてことは当然普通に考えればありえないわけであってねえー、そうすると、まあ、準備期間あネット試験だったらネット試験に向けての準備期間というのは当然今と同じことをやればいいわけですからあ第3問のようなね試算表なんていうのはしっかりと見直しをしておけばあいいと思いますよ。 ね、まあそういう意味では非常にバランスのとれたね問題だったような気がしますでその上であ,あそうだちょっと先に言っとかなきゃいけないのが、まあ、今回もねあの私どもレックの方で模範解答、まあ、回答速報という形でお作りをさせていただきましたねでこちらホームページの方にもアップさせていただきますんで、まあ、随時ご確認をだければとは思うんですけどもお非常にご要望の多い内容でもございますんでねあの今回も予想配点ですね 1> 第1問から第5問までの予想配点もつけさせていただいているというようなところになります、ね、えただまあ、ちょっと意識をしていただきたいのはこれもう毎回僕申し上げるんですけどちゃんと言わなきゃいけないんで申し上げますがあのこのね、私どもが出させていただいている回答速報に記載されている予想配点箇所はあくまでも予想です 私たちレックが問題の状況などを勘案しまた過去の傾向などを勘案した結果、まあ、おそらくこういったところが配点箇所になるでしょうという前提で点数をつけさせていただいているものであって実際のお西尾さんがですね、えー、本試験採点上を用いられている配点箇所確定版とは異なります、まあ、そういったものはあ西尾さんご公表はされていないので、えー、したがってですね、まあ、あくまでも この予想配点箇所を用いた自己採点の結果っていうのは一つの参考考であるといいいううふうに、えー、お考えたただきたいだこれで変に確定的にあ受かったとかダメだったとかって決めることはないということです。実際の本試験の採点結果通知が来るまではね、えー、合否は分かりませんので、えー、あくまでもこれは一つの目安というふうにおお使いをいただきたいというふうに思うんですね。 えー、ただまあそうねだいたいプラマイ565点から最大10点見といてもらえば何の問題もないと思うんですけどもそんなに大きくはずれないと思いますよあの30点も40点もずれちゃうなんてことはさすがにないので、えー、そこまでずれることはないんでまあプラマイ5点幅ぐらいはちょっと見ていただきたいなっていうふうには思うんですけどもまあ一つそういう前提でねご参考になさっていただくと よろしいいいんじゃないかと思いま,すまあその上で各問題の論点でございますけどねまあ第1問の仕分けの問題ね先ほども触れましたがまあ4番の問題とか5番の問題、えー、家賃賃料敷金等を、えー、合わせてね、えー、支払いをしましたとかあとまあ領収書の精算とかまあこういった問題非常に僕いい問題だと思いますよ。おこれはねそうね うん、だいぶ実務的というか実践的な題材をね出題されてるしまあそうするとあの領収書とかと旅費交通費と報告書とかねちょっとデータダブってるところもありますからちゃんと資料を付き合わせをすることによってまあ、別物じゃないよっていうことは見なきゃいけないけどねでもそうね4番とか5番とかいいんじゃないですかあーで一般的にはあー第1問の仕分けの問題っていうのはね 1>, まあ1つや2つは難しめの問題っていうのはやっぱり出てくるんで、まあ、そうなってくるとねあの最低限3つは死守しましょうというのが基本のスタンスになると思うんで、まあ、そういう前提からすると今回のこの第1問は3つを取るという意味では、まあ、十分対応はしやすい問題だったんじゃないかなというふうに僕は思います。 だからやっぱりここで、えー、例えばだけどちょっと1つしか取れなかったとかああいうところになってくると少しねやっぱ見直しっていうのは必要かなっていう気はするけどもまあそういう意味でいや3つ取るっていうのは結構やりやすかったんじゃないですか。 あ説問冒頭1番目のね、えー、皆さんがお使いになっている建物に対する資本的支出収益的支出に関する取り扱いもともと2級の論点だったものがあ近年、3級の方に降りたっていう論点になりますが、まあ、こういったものは非常にベーシックな論点だし、まあ、さらには損益勘定への売上感勘定からの振り替えこういうのはもう帳簿決算のいろはの意です。 でこういったところはやっぱりね今後簿記の学習なんかを続けていただくにあたったら基礎知識になるでしょ、まあ、結局費用収益に時期繰り越しという概念はないとかそれは損益勘定を振り返って残高ゼロになるからですねで BS 制の科目は時期繰り越しがされる、まあ、継続性を帯びている財産項目等ですからこれをよっき持ち越しするとか、まあ、そういった簿記の根幹に関する話に関わるものなんでやっぱりこの2番目の問題なんてのもしっかり取ってほしいなっていう気は僕は個人的にしますけどね でまあそうすると、まあ、3つを拾うという意味では十分、えー、今日の第1問も対応ができたんではないかというふうに思いますんでまあそこをねまず確実に拾っていただくということが大事かなでその上でまあ第2問なんかもねうんこれ僕いい問題だなってまあいい問題だなんてちょっと偉そうですけどこれ僕いい問題だと思いますけどね非常に。 まあまあ株式会社会計ですから繰越利益上金勘定の記録の推移をたどるっていう前提の問題になりますまあこれはね本当に基本的なあ利益の基調の流れを把握していただいているかどうかを問うという意味の問題なんでただまあ逆に言うとねやっぱりある程度この理屈の論点だったりするから少し難しめのところはやっぱある。でもそれはやっぱりね 今までの3級の伝統的な出題形式を踏襲されておられるんで、まあ、3級っていうのはもともとこの第2問とか第4問の点数が少ない問題でわりかしどぎつい問題をお出しになるっていうのはあったわけです昔から。でそういう意味で言うと、まあ、今回の第2問っていうのはねあまあ少しね上っ面っていう表現は良くないかもしれないけどもまあ上辺というよりはしっかりとね 株主資本と呼ばれる項目の中でも典型例、まあ、ある意味メインの項目3級だったらなるかもしれません。えー、越利益上記に関する貴重の流れ等々をご理解いただいているかどうかっていうのを問う問題なんで、まあ、そういう意味では逆に言えばねもともと株主資本ってのは理屈の話ですから多少難しいところはあるけども全体的な家庭用という趣旨の問題になっているという意味では僕は良かったと思いますよ。 でまあもともと第二問なので、まあ、基本的にはね半分とかあその程度拾えれば同じじゃないですかっていうところはあるじゃない。でしょ別にまあ満点取れるんだったら取っていただいた方がいいわけだけども、まあ、逆に言うと極端なしこういった繰り越し利益上金等に関する話っていうのがあ苦手だなっていう方がいらっしゃったとしても、まあ、言葉よくないけど所詮10点ですからあ合否を大きく左右するものではないわけです。 まあ極端な話これがもう難しいんであるならばまあその後に控えている第3問さっきも触れたけども本当にベーシックな資産表作成の問題なんでそっちにじっくり時間をかけて一つ一つの事柄をちゃんと仕分けなら仕分けするなりやっていただいて集計手続きを取っていっていただければそちらで点数のカバーはくはずですからまあそういったね受験戦術上の回答方針っていうのかなまあこれをしっかりと立てて作業を進めるってことは大事だったような気がしますよ。 でそういったところはね、まあ、少し念頭に入れながら確認をしていただく必要はあったかなというふうに思いますでその上で、えー、第3問第3問はまあ合計資産表の作成になってますんでねちょっとまあこれなんかどうしても集計ミスが出やすい、えー、まあまあ合計資産表はもうもともと第3問ではある形式なのでまあ、そこはねあんまり問題ないかなとは思うんですけど まあ僕ななんんかあのめったにねあの合計算は作らないんですよ <laughs> どうでもいいんですけどおどうしても一級とか税理士の問題やってるとね、まあ、税理士はたまに合計算表あるんですけどやっぱ相当数問題解いてもなかなか出てこないんで合計算表たまに解くとねやっぱりちょっと僕も戸惑うところあるんですであるんですけどまあまあとは言ってもね、えー、極端なし3キロ受験生さんはその訓練をね日々されてきたわけですからあもう極端なし僕よりも。 ね、動揺することなく何の抵抗もなく集計をしていただいてっていうところなのかなっていう気もするしまあ資料はどうしても多いですよねただもともとの第3問ってのは資料は多めなんですまあそれを比べると今回のそうね第3問の5月中の取引内容27日以降31日までの取引自体はそんなに複雑な取引は入っていないしまあ量的にもまあ波だと思います、ね、ただやっぱりちょっと資料は読み取りづらいけどね あの読み取りづらいけどそこはもうちょっと一つ一つをじっくりと状況判断をしながら確実に仕分けをこなしてねやってっていただければというところになるんでうんそうね掛け目絵表なんかも作らなきゃいけないんでちょっと解答上時間はかかるかなっていう気はするけどもただまあ今回の第3問は本当にベーシック。 ね、基本に忠実な問題だったと思いますんで、まあ、ある意味ねしっかりと基礎を固めるような努力をされた方々にとっては報われやすい問題だったような気が僕はしますね、まあ、そんなところは少しね、えー、意識をしていただいて見ていただくということもいいのかなというふうに思いましたでその上で第4問第4問があ7月中のまあ取引内容等々に関してね、えー、補助簿選択の問題ですこれも伝統論点ですね あまあね指定された各日付の取引内容がいかなる補助簿にどのように記録されるかまずこれを問うというのが今回の問題の趣旨でしょ。でそれ以外に、まあ、特定の日付の取引について3連票制前提で記表した場合に。 ね、入金電票はこのパターンで作ってるからじゃあ振り替え電票どうするのって話ですから、まあ、補助簿選択の問題っていうのと電票作成問題っていうのがこう複合になるっていうのはそんなに数は多くないっていうかほぼ初めてなのかなと思いますけどねただまあこの補助簿選択の問題っていうのはやっぱり昔からある伝統的な出題形式です。ね、僕はそういう意味では今日やっていただくこの問題は非常にいい問題だと思いますよ。 まあ、徳川からするとやっぱり最新の注意を払いながらやらなきゃいけなかったりするんで少し意識は向けなきゃいけないかなっていう気はするけどもでも補助簿というもののね基調概要をご理解いただいているかどうかを問うという意味では、まあ、さほど受験生さんにとっては負担にならない問題だと思うのでなおかつ効率的にね、えー、その基礎的知識の習得が図れてるかどうかを問うという趣旨の問題だから僕はこういう問題はいい問題だと思いますけどね。 まあこういったところってねやっぱりしっかり持っといてもらうことやっぱ大事なので今日はもう第4問なんかバランスが良かったからいいような気がするただまあちょっと伝票とかやっぱりね苦手だなっていう方もいらっしゃると思うからでもこの問題だってもう第2問と同じでねまあ一つや二つできないのがあったっていいわけですよそもそも総配点10点ですからあその中でまあ取れるところ拾ってって半分とか。 プラスアルファ7点ぐらいだよね7割ぐらいもう取れれば同じじゃないとおそういうスタンスでやればいいんじゃないですか,だか僕は個人的にはね、まあ、こういった伝票なんかも、まあ、あぜひ取っていただけるとありがたいなと思ったけども、まあ、やっぱりトイノサンバの減価消却の形状とかあそういうのはちょっとこだってほしかったかなあと思いますよね えー、基準取得した備品についてね1ヶ月分の原価償却の計上をやりなさいですから、まあ、こういったね本当にベーシックなあ原価償却計上額の計算とかねこういったところはやっぱ大事ですよ、ね、こういったところがしっかりできている方はちゃんと勉強が進んでる証しですからそれは自信持っていいよ、ねえー、と僕は思いますはいで最後第5問第5問はねまあ今回は決算整理資産票作ってくれって話だったんで うーんそうだなまあこれも基本的には7割狙いで対応していただければそれでいいよという前提にはなりますけどもちょっとまあ少し考えちゃったかなっていうのは、うん、そうね、えー、回答で言ったらまあ,あごめんなさい決算整理事項で言ったら2番目あたりなのかな。あ ×8 年3月分の発送費1万円確定しましたと。ねえ。 ただこれ払ってないけど費用計上しましょうって話ですねで費用計上しましまょうよって話なんで、じゃあそこ回答を出さなきゃねまあ、いうお話になってきたりするわけですけども、まあ、これあの回答用紙なんか見ていただいてもお分かりになるかなと思うんですが、あのこれ結局未払い金使って処理していただく話になるんで、まあ、借り方側がね、えー、発送費、えー、支払い、ご、え、め、ー、んなさい、発送費か。 あそうまあそこら辺ね、えー、ちょっと科目まあ見越し繰りべ的に科目処理しようと思ったって空欄がないからね書けないんですけどまあそこで解答紙作った段階では見払い金でいいんだというふうに解釈立てられればそれでよかったかなと思いますがちょっとここら辺もしかしたら悩んじゃったかないう気はするけども うん、でもまあそれ以外のものについては十分に対応ができたような気がするのでそうねまあそんなにこれも7割狙うっていう前提で言えば難しくなかったような気がします。でちなみにですけどあのこの問題なんかねまあ解いた問題解き直すってもう嫌だと思うんですけど <laughs> 嫌だとは思うんですけどあのでも僕いい問題だと思ったんですけどねあの例えばこれ、ね、回答紙 5TB でしょ 繰越利益常用金とかあるよねで今回皆さん方の問いの2番でさあ今年稼ぎ出した利益まあ当期純利益か当期純損失金額答えろっつってんですよで答えろっつってんだけど、まあ、こんなの入ってくるとちょっとねいろいろ戸惑っちゃったかもしんないけどこれあくまでも回答用紙の決算整理後資産表だよねこれを作る時点ではああここ繰越利益剰余金勘定の金額にまだ当期純利益は足しちゃダメだからねよいしょ ここで計算すると基準益ってもう要は決算整理後試算表を作って収益と費用の差額で出すだけですよ。でそれはまだ繰り越し利益条件に振り返っちゃいけないよねすなわち加算しちゃいけない。ということは決算整理後試算表に乗っかってくる繰り越し利益条件っていうのは当然に問題資料に乗っかってた決算整理前の試算表の数字じゃなきゃいけない。わかります ね、今僕が言ってることはそうだよねっていうふうに思っていただける人っていうのはこれやっぱ決算の流れをちゃんんととねご理解いいただだてる証だと思うでですでやっぱそういったことって実は大事でねあの決算の手続きをちゃんとどういうふうに大まかでいいんだけど流れがどういうふうに決算手続きって進んでって最終的に何をしようとしてるのか、ね、その過程をちゃんと理解するってことはやっぱり記を学習する上では必要なわけですよだから今回決算競り後の残高値算でしょで そもそも繰越利益剰余金とかに当期純利益が振り替えられるのっていつですかっつったらいわゆる決算整理後資算表を作った後の決算振り替え手続きが始まって初めてやるわけです。費用収益益益を損損に振振りり返返るるしやじゃないですかでさらに言うと今日第一問でも出てるけど。 損益勘定で求まった当期純利益を初めて繰り越し利益条件に振り返えるそれが資本振り替えでしょでその損益振り替えとか資本振り替えっていうのは決算整理後資産表を作った後の決算振り替え手続きという呼ばれる作業の中で行う話だからその前提であれば必然的に繰り越し利益剰余金決算整理後資産表に記載するべき繰り越し利益条金に、まあ、皆さんにご算定いただいた当期純利益なんかを足しちゃっちゃいけないわけですよ。 ってことは言い方変えれば決算整理前資算表問題資料に載ってたよね決算整理前資算に載ってる繰り越し利益条件をそのまま移せばそれでいいとでこれ今回まあ配点箇所にしなかったですけど僕は個人的にはねあの繰り越し利益条件決算整理後試算表の繰り越し利益条件を配点箇所にしたっていいと思いますよねだってそこら辺が曖昧な方は多分当期純利益とかせっかく出していただいてるから繰り越し利益条件に達しちゃうとかねされる方もいらっしゃると思うんですよねえ で逆に言えばちゃんとまあ繰り返しになるけど決算の流れというものをしっかり勉強して自分の中でそれを紹介した上で一つ一つの決算整理を積み上げていきましょうっていうふうに本当にやるべき勉強をしっかりやっていただいた方であればここは躊躇なくね躊躇なくって言っても試験の答案作りですからやっぱりね戸惑うところもあるとは思うけども決算整理前の数字と変わらないはずだ。 判断をしてて書いてくださった僕はそれ自体がもう評価されるべきだと思いますんでまあこれはうちの予想入ってんだから <laughs> あのうちの3級のねチームがやってくれた話なんであれですけど僕は個人的には繰越利益貯金つけてあげたいですね。点数。でもついてもいいんじゃないですかと僕は思いますよ。あのいや映すだけじゃんっていう人もいるかもしんないけどそれが大事なんですよ。流れが分かってるということ自体は評価の対象ですよ当たり前ですけど。 だって、まあ、こんなこと言うとあれですけど僕が担当してる税理士の授業とかだってそこのなかなか曖昧な人っていっぱいいるんだからねいっぱいいるんだからねでもまあそういう人っていうのはやっぱり全般にわたってボロボロになりますよで別にそれ受験簿記の話だけじゃないですよお結局のところ、まあ、おそらく経理というもの入ったってあのなんていうのかな広い視野で物事を見るっていうのはちょっと難しいと思いますよおその場その場のね言われたことをやることはできるかもしれないけど 結局この作業は何にななっていいか多分,分かんないと思いますそういう人ってもう一時が万事じゃないけどそういう気局強いんでねだからこういったところをちゃんとね、えー、ご理解いただくような勉強された方って僕は評価されるべきだと思うので繰、まあ、越腰礼期条金なんかをね躊躇なくちゃんと写せたよっていう人は僕は評価対象になってもいいような気はするけどね、あのー、ただまあこれは僕の主観ですから。 ね残念なながら採用されなかった <laughs> あのそれは産業のチームがいますんで、ええ、もうプロプロがやることはもう口出しちゃいけないねおじさんは黙ってるっていうね、まあ、そういう話になるんですけどまあでも僕はそう思うけどねだからそういう意味で本当に今日のね産業はまあ落ち着いた問題だったと思いますからあまあ本当にね6月の試験で悔しい思いされた方で地道,地道に地道に準備を積み重ねていただいた方であればあこれはね えー、比較的結果が出しやすかったんではないかというふうに僕は思いますまあそれが今日の3級の僕の所感なんですがまあ、最後にちょっとご案内ということであのー、大変恐縮ではございますがまた今回もね私どもレックあの小学生試験やりますね。まあ、これ上位新級をお考えの方々があーお受けいただくものでね、えー、3級を受験いただいた皆さんはまあ、今度 上に進まれとすれば2級というところになると思うんだけどもその2級にお進みいただく時にね、まあ、3級レベルの問題を小学生試験として受けていただくとその得点状況によって2級の学位を割引させていただくというイベントでございます。 ね。まあ、これがあの11月28日、29日、今月末の段階でね。小学生試験を実施させていただきます。まあ、詳細は私どもレックのね。ホームページの方でご確認をいただければとは思うんですが、あー、是非ね。まあ上位級なんかをお考えの方々ね、えー、こういったシステムを使っていただいてね。あの本試験よりは基本ちょっと。ちょっと解きやすいとは思いますけどね。 えー、まあせっかく勉強したものでね今後次につながるときに学位が安く済むということであれば安い方,の方がいいじゃないですかあのまあお金持ちの方はね定価でお申し込みいただければいいんですがああね同じ勉強するのに安いんだったら安い方,方がいいでしょ、ね、だからもし、あのー、ご都合がよろしければね この小学生試験なんかをぜひ前向きに捉えていただいて、えー、一つねレックというのも選択肢に入れていただけると嬉しいなというふうに思います、まあ、ちなみに僕も2級の授業を持っててねあの僕が持ってるのはスタンダードなメインのクラスじゃないんですよ、うん、学習経験者向けのクラス、ねえー、はちょっと2級も携わらせてはいただいているんで、えー、まあ良ければねそちらの方で ご聴講いただけると嬉しいなというふうに思いますはいというところでございますんで以上をもちまして今回の三級試験に関する回答速報三級を終了とさせていただきますまあ皆さん本当にね今日朝早くから試験受けに行っていただいてやっぱり慣れない環境で慣れないことをやるとねあの疲れも非常に出やすいだろうしねあとまあ本当に今こういう状況ですからまたね 感染者なんかも増えてきてきしまっている、まあ簿記の産休の受験生さん比較的お若い方が多いのであのー、まあ別にねそんなに悪化することもないでしょうけど、まあ、悪化するしない以前にねやっぱりあのー、お仕事の関係とかそういったところでやっぱり支障が出てしまうんでね、えー、どうしても疲れが溜まるとね、えー、体調崩しやすいですから。 まあこの試験に向けて最後の1週間とか本当にちょっとある程度無理して勉強されてると思うんでねまあ今日は本当にもうゆっくりと早め早めに休んでいただいてもう来週1週間ぐらいゆっくりしていただければいいんじゃないですかね自分で思わない、ね、感じない程度にやっぱりね疲れてますよだからもう本当にここはもう自分をいたわるね まあそれはね、あの受験勉強を一生懸命やった方は、まあ、司法試験であろうが、税理士であろうが、日照産級であろうが同じです。努力は同じなんだから。同じように頑張ってる。ね。だから、あどういう試験だってみんなそうだと思うよ。だから、あこの1週間なら1週間、1ヶ月なら1ヶ月間頑張ってくれたのは間違いない事実でしょ。そもう皆さん、堂々と休めばいい。別に仕事とか休めとは言わないですけども、自分が我慢してもので、ね。 えー、本当にまあそういったものに気をつけながらですけどもちょっと我慢したことを少しやってみると飲み行けとは言わないですけどねお自宅でちょっと大好きなお酒をちょっと買ってきて飲んでみるとかね、えー、大好きな映画を見てみるとか家でも見れるからねまあそういった形で、えー、お過ごしいただいてもいいし、まあ、別に外の旅行ってもいいと思いますよ僕はあただまあもらわないようにだけちょっと注意してね、えー、していただければいいと思うんでまあ何にしてもここまでのねあの皆さんの努力というものを ね、何よりも皆さん方自身が知ってるわけだから、ね、少しご自分ご褒美、ねえー、差し上げてもいいんじゃないですかというふうに思います、はい。ということでございまして、えー、本日の「3級回答速報」は以上となります。皆さんお疲れ様でございました